ランデブー、またはランデブルとは宇宙空間において2機以上の宇宙船、または宇宙船と宇宙ステーションなどが速度を合わせ、同一の軌道を飛行し、互いに接近する操作のことである。両者が結合するドッキング操作を含める場合も、含めない場合もある。また、宇宙探査機が小惑星などに速度を合わせ、同一の軌道を飛行することもランデブーと呼ぶことがある。 ジェミニ6号から撮影した、ジェミニ7号1962年8月12日、ソビエト連邦の宇宙船、ボストーク3号と4号が、同時に飛行した外に数キロメートルの距離まで接近したが、当時のボストークにはまだ軌道変更操作を行えるほどの性能はなかったため、ランデブーは行われなかった。その後1963年6月16日にも、 同様のことが5号と6号の間で行われた。これについて1990年に発行されたロシアの定期観光物 G サラフトディノーフには初代主任設計技師ワシリーミシンの次の言葉が掲載された。共同飛行が行われたのは発射から1日後1機目がバイコネルール宇宙基地の上空に差し掛かった時のことであった。もしこの2機目を極めて正確なタイミングで 打ち上げれば、両機は宇宙空間で互いに接近することができる。だからそれが行われたのである。両機は 5km まで接近した。当然ながら、その後、我々は厳重な秘密主義の下で真実を語ったりすることはなかった。真相を知らない西側の専門家は、ボストーク宇宙船がすでに軌道を変更するほどの性能を備えていると考えた。もちろんそんなものは、 幻想に過ぎず、我々の競争相手が勝手に一人が点、知っていただけだったのだが、当然のことながら我々が自分から真実を語ることなどはありえなかった。史上初のランデブーが行われたのは1965年12月15日のことで、アメリカの宇宙船、ジェミニ 6A 号が軌道変更操作を行いジェミニ7号と30センチメートルの距離まで接近した。操縦者は、 ウォーリーシラー飛行士であった。ただこの時はまだドッキング装置は装備されていなかったので、両機が物理的に接触することはなかった。この時のことについてシラーは以下のように語っている。私はランデブーというのは、二つの宇宙船がおよそ120フィート以内に接近し、完全に停止するまでは成功したとは言えないと思っていた。そして我々は、 ついにそれを実現したのだ。今や両者は変態を保ったまま、車や飛行機を操ったり、あるいはスケートで滑るようにして、近づいたり離れたりすることができる。それは簡単な操作だった。初のドッキングに成功したのは1900。一方ソ連は、1967年10月30日に、無人のコスモス186号と188号によって、 自動操縦によるドッキングに成功した。異なる国の宇宙船が初めてドッキングしたのは1975年7月17日のことでアポロソユーズテスト計画においてアメリカのアポロ18号とソ連のソユーズ19号がドッキングし飛行士が相互の宇宙船を訪問した。初めて3機の宇宙船がドッキングを果たしたのは1978年1月のことで ソ連の宇宙ステーションサリュート6号にソユーズ26号と27号が結合した。現在頻繁に行われているランデブーの最大の目的は宇宙ステーションへの飛行士の王冠及び物資の補給である。最初にその目的でランデブーが実施されたのは1971年6月6日に発射されたソ連のソユーズ11号だったが帰還時に 船内の空気が漏れる事故が発生し3名の飛行士が死亡した。それ以降、ランデブー飛行は6機のサリュートや、スカイラブ、ミール、国際宇宙ステーションなどに対して、数多く行われている。ISS は、無人船によるステーションへの補給作業も行われていて、ISS に対しては、ソユーズやプログレス補給船が自動誘導装置を使用する一方で、欧州補給機は、 レーザー誘導システムを使って自動でドッキングをしている。日本の宇宙ステーション補給機も2009年9月11日、HIIB ロケットによって発射され、9月18日に ISS とのドッキングを果たした。HTV は自動操縦ではなく、ISS に近寄った後、ロボットアームに捕獲され、船内からの操作によって結合される。ランデブーはまた、 ハップル宇宙望遠鏡の修復作業のような様々な目的のためにも行われる。アポロ計画では月着陸船が月面に降り立った後、上昇段が再び離陸して月周回軌道上で指令、機械船とドッキングをした。またスペースシャトル、エンデバーの最初の飛行では、インテルサット6号通信衛星が軌道変更を行える、よう、ロケットエンジンを取り付ける作業が行われた。 将来的な可能性としては、現在計画中のハップル自動操縦ロケットや、あるいは燃料を使い果たした静止衛星や、静止軌道投入に失敗した衛星とランデブーを行う c x オレブなどが考えられる。c x オレブは、衛星を所定の軌道に維持し、または使い終わった静止衛星を墓場軌道に乗せる。 またその作業は一個の衛星だけに行われるものではなく他の衛星に対しても繰り返し使用することが可能である。静止トランスファー軌道から対地同期軌道への移行は数ヶ月かかるためホールスラスタを使用して徐々に行われる。その他21世紀初頭までに行われた主な宇宙船同士のドッキング及び分離作業には以下のようなものがある。 不審な人工衛星を攻撃する一部の衛星攻撃兵器の行動もランデブーの範疇に含めることができる。ASAT は爆発物や核兵器は使用せず体当たりして目標を攻撃する。ランデブー及びドッキングの一般的な方法は能動的飛行体を受動的飛行体に接近させることである。この方法はジェミニ計画、アポロ計画、アポロソユーズテスト計画、 サルート、スカイラブ、ミール、ISS などにおいて行われ、成功を収めてきた。能動的飛行体は目標に向かう前に大気軌道に乗り、その後姿勢制御装置を使用して減速しながら接近する。ドッキングする際の一般的な宇宙船の相対速度は秒速0.03メートルから0.06メートルほどである。 Z 軸接近及び V 軸接近スペースシャトルアトランティスの2001年7月の飛行では ISS とのドッキングで V 軸接近が試みられた。V 軸は宇宙船の軌道の前方に伸びる仮想的な線のことで STS-104 はこの線を ISS に向けることで弱圧結合アダプタにドッキングした。R 軸接近アストロテック社は ISS への物資の運搬のために 伝統的な R 軸接近を使用した運搬装置を提案している。ありがとうございます。